マタイによる福音。その時イエスは弟子たちに言われた。あなた方は地の塩である。だが、塩に塩気がなくなれば、その塩は何によって塩味がつけられよう。もはや、何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけである。 あなた方は世の光である。山の上にある町は隠れることができない。また、灯火を灯してマスの下に置くものはいない。食台の上に置く。そうすれば、家の中のもの全てを照らすのである。そのように、 あなた方の光を人々の前に輝かしなさい。人々があなた方の立派な行いを見て、あなた方の天の父をあがめるようになるためである。えー、巨大たち要求、三条の説教に入ります、えー。昨日、その幸いの言葉によって、 その、この、三女の説教の門を通って、今日、その、三女の説教の神秘に入ります。三女の説教は、神の子の写真です。神の子らの写真です。の姿を表す言葉です。 教会、共同体の、uh, 一番、uh, 一番根本的な思想、uh, を表す。三女の説教。今日は、uh, 三女の説教の、uh, 導入でもあります。昨日、問 <laughs> であった。今日は導入。導入だけではない。 クリストが、私たちは、クリスト者である私たちが、クリスト者になろうとしている私たちは、どういうものであるかを教えてくれます。将,将来のことではありませんね。クリストは、あなた方は死を、である。である。であろう。わけない。である。というのは、 クリスト社の本質はこれですよ。よと光。クリスト社の本性は潮である。私たちは誰であるかを分かるためには今日の御言葉を聞く必要がある。で、今日の御言葉にはクリストは何を言います私はあなた方を愛しています。 そうそうそう、わかるわかる。わかるわけないよ。私は塩であるから、あなた方を愛しています。あなたを愛する。あなたに味をつける。あなた方をクリスト者にする。私はあなた方のために、塩のように溶けられるので、あなた方の中に、あなた方の罪の中に、 あなた方の毎日の状態の中に、私は、自ら、その中に溶けられるので、あなた方は、クリスト者となる。潮となる。教会の中で私たちは、今日の福音の実現を見て、経験することができます。 共同体の中では、私たちは何度も何度も何度もクリストが私たちのために命をかけて、命を捨てて、命を与えることを経験します。本当に、えー、例えば感謝の最期の時には、まず御言葉を通して、そして、非跡を通して、オステアを通して、クリストの体を通して、 私たちがこの死を受けます。昔、初代教会の時には、だけではなく、その後でも、え、えー、先来の、天来の中では、挙動者が、その、死を、を受けました。そして口に入れた。そして口の中に、この死をが溶けられるということを、 味わいました。経験しました。知るし。えー、潮の契約と呼ばれていた。今でも、あの、エルザレンの市長が、もし、あの、ある国の総理大臣、あるいは、ある国の王とか偉い人が、エルザレンを保護したなら、市長が、 その偉い人を迎えるときには、塩の一つの部分を与えます。そのお客様に、その塩を与えます。なぜ塩を一緒に食べる人たちが一体となるという意味です。一体、契約だから。すべての壁が、あの、砕かれるという意味です。塩にはその力があるでしょ 塩、あの、畑に塩をかけたら、その畑は死にます。もう、えー、野菜など、えぇ、ー、果物とか、何も出すことはできません。身を結ぶことはできません。死にます。あの、火みたいな感じで焼けられます。だから、 その強さの中に、エルザレンの市長と客様が契約を結ぶ。で、一緒に塩を食べる人はいつまでもの素晴らしい、え、朽ちることのない契約を結ぶ。もてなしのイメージでもあります。その味を このエルサレンの死の味がお客様に渡します。という意味ですね。で、私たちが同じような経験をします。共同体に入るときには。つまり、教会に入ったときには近づいた。天霊に近づいたときには入ったときには、感謝の遮議、御言葉の遮議など、共同国会の遮議、 に入った時には、教会の主張であるクリストが、私たちをもてなす。素晴らしいもてなしをしてくれます。で、私たちを抱っこして、自分をしようとして、私たちに渡します。彼が私たちには渡されますよ。彼が、彼の豊かさ、彼の味、彼の愛、彼の霊、彼の すべてのたますべての恵みが私たちに与えられます。ですので、私たちは、キリスト者となります。私たちの努力ではない。私たちの意識でもない。ただ、ただ、私たちが近づくだけで、橋を運んで、座って、御言葉を聞くことによって、秘跡をいただくことによって、共同体兄弟、 のまじわりに包められることによって、クリストご自身を受けます。クリストの言葉に照らされます。十字架の上で、光ったクリスト。その愛が十字架の上で、現れました。輝きました。で、私たちには、いつも、見言葉が宣言された時には、ゴルゴータ、という、えー 山の上に、十字架に張り付けられたクリストの光が私たちに届きます。私たちを照らす。私たちの一番汚いところ、部分を照らして。私たちはその自分の事実を照らされることによって認めることができます。認めた途端に許されることができます。すでに私たちはもちろんクリストに許されたが、 自分がどこで病気であるかを知らない限り、クリストの愛、クリストの許しが私たちに届けません。クリストが私たちを愛しています。けど、私たちはこの愛をいただくためには、クリストを見ることが必要です。クリストの輝き、クリストの光が必要です。だから、見言葉、 が宣言された時には、不況を聞く時には、その照らしが届きます。だけではなく、秘赤の時には、イエスクリストの死と復活の神秘が、私たちのために行われ、そして私たちには届きます。私たちの中に入ります。私たちはこのクリストの死と復活の神秘に入り、彼と共に過ぎ越す。 だから、クリスト者となる、光となる。これが教会の中。だから、町のこと。と、クリストがおっしゃってくださいました。面白いでしょそうすれば、家の中のもの全てを照らすのである。家。家は家族という意味です。家は挙土体という意味です。教会という意味です。ですので、 クリストが死んだ時には、隠れたところでは自分の命を捧げることではなかった。クリストはみんなの前で、山の上で、ゴルゴタさんの上に命をかけました。光、その愛の光を輝きました。輝かせました。で、これは教会の真ん中。だから、家の中には、 この愛の光で照らされたものは照らされるものとなる。私が照らされた時には光となります。私の中に自分の過ち、自分の欠点、自分の弱い部分が照らされた時にはその弱い、その欠ける部分が神の愛。 で、満たされることになります。満たされることによって、私も光となる。自然です。努力のことではない。これは教会の中の神秘です。だから、三女の説教の神秘は、教会の中に明らかになります。実現されますから、明らかに、ま、明ら、明らかになります。で、 結果として、んあの、使命が分かるようになります。その神秘が、共同体の兄弟の中に実現されると、この共同体全体が、えー、宣教のものとなります。信者が宣教師となります。どうして塩であるから。塩となっているから。 光となっているから。で、光を隠すことができない。塩が素晴らしいものです。科学的に私たちは誰であるかをわかります。主人が誰であるかを、その科学の,の例えを通して、科学的な、えク、ー、リストが使った例えを通して、わかる。照らされる。悟らせる。塩が、面白いね。塩が、 溶けることによって、えー、その星を果たす。塩が目、目の前にいなくなると、自分の、なんか、その、使命と言いましょうか。果たす。だから同じように、主人が自分自身を相手に渡すことによって、 主人としてその使命を果たす。完成する。塩がスープの中に入れると溶けられます。でしょパスタを作るためとか。目で見えなくなる。どこにあるかわからないけど味を味わう。味をつけるから、そのスープ、その料理が素晴らしいもの、美味しいものとなります。 塩なし。まあ、日本料理はそうですけど、ほとんどは、まあ、たくさんの料理の中では、塩が必要。塩がなければ、もう本当に意味ないでしょう。味がないから。同じように、主人が、奥さんが、相手に、溶けると、奥さんとしての完成を届く。に届く。奥さんは、相手のために、 主人のために、子供のために溶ける。自分を渡す。自分の考え、自分の意見、自分の予定、自分のすべてを相手に渡す。これはセックスの時にも同じことでしょでも、でも、自分のアイデンティティを失わない。社会では、特に日本の社会では、大体、一人一人のアイデンティティが、 みんなの中に溶けるように、失うように。一人は自分で考えることは非常に難しいでしょ学校では、会社では、どこでも、どこでもでしょみんな一緒みんな同じ考え方そしたら誰も責任を取らない。みんなで責任を取る。責任者はみんな。つまり誰も責任を持っていません。 ここは逆です。逆。潮のアイデンティティ。潮の本質、本性、特徴が解けられることによって現れます。実現されます。果たせ、果たされます。わかるだから同じように、神父としてのその本質がどこで現れますどこで実現されますどこでみなさんが味わうことができます 経験することができ私が神父である。神父である私が相手のために時間、す、え、べ、ー、てを与える時には自分がいなくなるほど自分のすべてを与えるほどその時には私の司祭の味がみんなに届く。 みんなに味をつける。同じでしょそれはクリスト者がこのように、この使命を持っています。クリストが、クリストの本質が、死んだ時に私たちに届いたので、このクリストの本質をいただいている、私たちが同じように生きると、同じように相手のために命を懸けると、 この世が救われます。この、今日の復元はこれです。キリスト社の使命はキリスト社の本質と同じことです。教会の本質は教会の、えー、使命と同じことです。一つのことです。だから、努力、夢、なんとか、道徳的な考え、道徳的な話ではありません。これは事実。 恵みの事実。恵みの働き。教会の中にある、その恵み、その霊の働きです。ですから、私たちの全ては素晴らしい。一人ではありません。あなたは潮であるではなく、あなた方は。だから、この私は、あなたに溶けると、この福音が現れます。解 相手に解けるためには、すべての出来事は必要です。悩みの出来事、難しい出来事、不安の出来事、素晴らしいです。必要です。私が自分を出て、あなた、あるいはあなた方に自分を解けるように、教会が私たちに必要です。教会の中ではこの神秘が 実現されます。神の恵みによって、神の慈しみによって、この私たちにあたる、この使命が果たされます。使命を果たすことによって私たちも、本当のアントネル、本当のヨーコ、本当の、えー、マーチコ、本当の、えー、トチヨとか、そうですよ。 本当の人である。私はどこに自分の、えー、本質、自分自身、自分のアイデンティティを表すのか教会の中。エッチェオモ。あの、避難された、立たれたクリスト。柔軟を受けたクリストはエッチェオモ。ここは本当の人間。で私、私たちも同じように。 溶けられた時には、本当のお父さん、本当のお母さん、本当の神父、本当の女性、本当の男、本当の人間となります。どうしてこれは天国に神が作ったものです。愛するのできるものは、キリストの神にそっくりです。神にそっくり。 ものです。神に似せて作られたものです。だから、教会の中で、新しいエルザレムである教会の中で、私たちは少しずつ天国に戻る、天国その、その環境に育てられて、育,育てられて生きること。で、皆さんに、全ての人々、この世に天国がある。良い運命が全ての人々を待っているということを述べ伝えます。生き方を通して、 言葉を通して。教会が、本当の教会、神が考えた教会は、現れると、すべての人々が救われます。希望が現れます。味が作られます。愛の味が作られます。天国の味がみんなに作られます。溶けることによって、溶けられることによって、愛することによって。よい日を本当の、 良い日です。私たちに働く、行う。クリストは立派な行いを行うでしょ愛。愛の行いをするで。それによって私たちに近づいている人々が、恩父をあがむことがで拝むことができます。褒めることができます。どうして私たちには、 神の子の姿を見るから、神の姿を見るなら、やっぱり父がいますね。そっくりだから。同じ愛で相手を愛する。相手を迎える。同じ愛で相手のために命をかけるから、やっぱり天国には父がいます。お父さんがいます。この使命が、 私たちに当たりますから、喜びなさい。本当に兄弟たちよ。喜びなさい。神に感謝しなさい。なぜかというと、感謝によって、キリスト社が、証をみんなにします。この世ではみんな文句、みんな神がいないと言っています。 キスト者だけ、生き方を通して、喜びを通して、平和を通して、愛を通して、神を褒めて、神を拝んで、それによって神の存在をみんなに証しをする。